コマンダンブーアンは、フランス海軍のデスティエン・ヌドルブ級通報艦17番艦。艦名は、第二次世界大戦で戦死したロジェブーアン、海軍中佐に由来する。コマンダンブーアンは、DCN ロリアン交渉で建造され1981年10月12日に、寄港。1983年4月23日に、浸水。 1984年10月31日に収益する。1987年5月16日にアジャンと命名都市の関係を結んでいる。アジャンはブーアン中佐の生まれた町である。コマンダンブーアンはトゥーロンに配備され、海外領土や経済水域の警備のほかに、潜水艦部隊の支援や法執行活動及び救難を担当し、海洋における諸任務にあたる。 2001年以降、普及の自由作戦における海上阻止行動のため、インド洋に展開し、海上自衛隊から洋上補給も受けている。2008年4月4日に、ソマリア沖の海賊に襲撃されたフランス籍の豪華、ヨット、ルポナンの救出行動に参加する。本艦は襲撃され海賊が乗っ取ったルポナンの監視活動に従事した。2009年11月時点において、 ソマリア沖の海賊対策であるアタランタ作戦欧州連合会場部隊に参加しアデン湾に展開している防衛省給油相手国官邸名一覧表 BBC フランスイズトラッキングハイジャクトヨット2008年4月5日ありがとうございます